こんにちは、ビリジェンド田中です。今回はスミスマシンで行うアップライトローの解説したいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。皆さん、肩のトレーニングでアップライトローというのは取り入れられているでしょうか。まあ、オーソドックスなやり方だと、バーベルを持って、まあ、ある程度重量を使ってネガティブしっかりかけてアップライトローを行うっていうやり方があると思うんですが、重量をこなす上ではね、そのアプローチはいいと思うんですが、私結構バーベルを振り回す系のトレーニングだと、なんか体幹部をしっかり使いすぎてしまって、まあ、肩にあんまり乗らないっていうことがあるんですが、まあ、でもアップライトローってやっぱりね、重量をこなせるメリットもあるので、まあ、ぜひ取り入れたいなっていう時に、バーベルだとね、軌道が安定せずに、まあ、トレーニング上手い人だとね、ずっと効かしながらやってるのもあるんですが、またそんなに効かせるの上手くないので、まあ、スミスマシンを使ってアップライトローをするっていうのがわりかしあるので紹介したいと思います。まあ軌道がね、やはりこうレールがある分安定するので、まあアップライトロー手幅もまあ時期によって変えながらやるんですけど、まあ、これ通常のアップライトローのアプローチだと思うんですけど、片手でやった方がね、結構効かすのを意識しやすいっていうのがあります。で、バーベルと違ってね、スミスなので片手でやってもバランスそんなに気にする必要もないし、片手だから、まあ、どう負荷を乗せるのか、どう効かせるのかっていうのに集中しやすいっていうメリットがあるので、私はこうスミスマシンでアップライトをやるときは片手で行うことが結構あります。まあこのように持った状態で、まあ三角形にしっかり負荷乗せて、このような感じで反対側も同じように、まあ、やっぱり両手でやらない分ちょっと体幹が結構楽だし、肩に集中しやすいっていうのもあるので、私はまあこれで、っていう感じで行ってます。通常のアップライトローってこの辺まで上げるんですけど、肩下げて結構ちっちゃい範囲でずっと負荷抜けないようにしながら上げるっていうのが多いです。で、あとベンチプレスの頻度が結構やっぱり普通の方より多めにやるので、まあ、肩のフロントはまあそこそこ発達しやすいトレーニングメインの組み方なので、ちょっとサイドヘッドとリアをつけたいので、普通のアップライトローやることもありますし、ややこう前傾気味でね、リア気味に負荷が乗るようにしてアップライトローをやることがあります。重量を少し重くしてやってみましょうか。やっぱりまあ軌道をね、あんまりコントロールしなくていいっていうメリットと、バランスも取らなくていいっていうメリットが僕の中では結構大きいですね。まあ持った瞬間に伸びきった状態じゃなくて、ちょっと収縮させて、まあ、三角筋に乗った状態を、浮いた状態をちょっと作ってから、とやる感じですね。で、親指で握り込みすぎるとね、ちょっと僧帽に入りすぎちゃうんで、僕はまあ小指側で引っ掛けるような感じで持つようにしてます。反対ですね。じゃあちょっと重りまた増やしていきます。まあなかなかこう肩が内旋って言って、まあ、この状態で肩を上げるので、まあ一気に重さ上げちゃうとね、肩の腱を挟んじゃうかもしれないんで、まあ徐々に重さは上げていく形でやってます。ベンチプレスとかだと、なんかアップ
途中はもう4回とか5回とかで重さだけ体に慣らしたらやめちゃうんですけど、アップライトローとかだとある程度肩の怪我もしやすい場所なんで、まあ、レップ数多めで重量落ちてもいいから、アップでもまあ10回程度しっかりやりながら行ってます。では重さ上げていきたいと思います。まあ、ちょっと重くなったんでパワーグリップ使いながら、まあ、これだと握り込みすぎるのをあんまり意識しなくてもいいんで、もう少し肩にフォーカスしやすいですね。結構リア寄りがなんか張ってきてるような感じになってきましたかね。どうですかね。ちょっとこう、まあ、腕との境目が最初よりもはっきり見えてきてると思います。私の場合はどうしてもこう、まあ、ベンチプレスの頻度が多いんで肩の前は勝手にね発達しちゃうんで、後ろの方が比較的やっぱりちっちゃく見えるので、こういうのでバランスを取るようにしてます。もうこのぐらいの重量からフォーム乱れまくるとは思うんですけど、まあ、一応アップライトローってやっぱり重量の刺激も入れれる種目なので、まあ、これは反動も使いながら少しでもその重量が肩にかかればいいなっていうところでやってます。多分ちゃんとコントロールできてる重さっていうのはもうさっきの重量が目いっぱいかなって感じですね。この時に、まあ、完全にストレッチポジションからやり出すんじゃなくて、ちょっと浮かして肩で受けた状態から、まあ、可動域すごいちっちゃいんですけど、肩で受けれる範囲ですね。あんまり上げようとすると肩の腱挟んじゃうんで、まあ極小の可動域ですけど、効いてる感じあればいいのかなっていう感じです。まあ、よりリアを強調したい時はもう体倒してかぶさるぐらいでやっちゃうんですけど、今日はちょっとサイド寄りでやってます。よいしょ。どうでしょうか。最初よりも肩がありかしはっきり出てますかね。これがスミスマシンを使った肩のトレーニングのアプローチですね。アップライトローになります。で、僕の場合は不器用なので、まあ、両手でバーベルだと結構体幹部の方に負荷寄ったり、まあ、軌道がとっちらかるんで、まあ、僕の場合は軌道が決まったスミスで、かつワンハンドでできて、体幹をそんなにね意識しなくてもできる種目っていうのを重宝してるっていう感じです。まあ肩トレでね、ちょっとバーベルのアップライトロー重量こなせていい種目だけど、まあ、しっくりこないなってなってる場合は、まあ、ジムにスミスがあればこういうアプローチも一度試してみても良いかもしれません。まあ骨格次第でね、どの種目が効くかっていうのはあると思うんで、まあ、選択肢の一個として以上検討してみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。お得なセール情報や新商品の情報も掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。